E.W. ケンブルによる1904年の原作のサシ絵ブレアラビットはジョーエル・チャンドラー・ハリスの作品リーマス・オジサンシリーズに登場する架空のウサギ。また、その作品を原作としたディズニー映画南部の歌に登場するディズニーキャラクターである。名前のブレアはブラザーの南部なまりである。擬人化されている。南部の歌の アニメーションパートにおける実質的な主人公。日本では、スプラッシュマ運転ンンでの故障に従い、ウサギドンと呼ばれることもある。なお、スプラッシュマ運転ンン内の彼の家の前の看板では、ブレアラビットと綴られているが、誤りではない。日本語吹き替え版での故障は、旧吹き替え版では、ウサギドン。新吹き替え版では、ウサギくん。うばらの茂みの家に住む、頭の回転が速く、 明るく陽気なうさぎで、トラブルばかりの家から出て行く先で、ブレア・フォックスに捕まり食べられそうになる。しかし、いつも知恵を働かせて、ま一発で逃げ出している。旧吹き替え版でのブレア・ラビットの歌唱シーンは日本語吹き替えとなっているが、他のキャラクターの歌唱シーンはすべて言語版のままなので、複数のキャラクターによる歌唱シーンでは、ブレア・ラビットのパートだけが急に日本語になる。 東京ディズニーランドでの故障はうさぎ丼で、声は給付機械版のエバラ聖子が担当。映画では、笑いの国の話は、ブレアフォックスとブレアベアから逃げるためのその場しのぎの嘘だが、アトラクションでは、笑いの国を目指しているという設定に変更されている。ありがとうございます。